はい、どうも村人志津江使いのキャプトです。今回はですね、またリプレイを見ながらちょっと喋っていこうと思うんですが、なんと今回はですね、プロゲーマー R2G 所属のパセリマン選手との対戦になりますと。で、どんな試合かというと、まあね、R2G の企画でなんか20勝を VIP でこうね、リレー形式でつないでいくっていう企画をやっていたパセリマンとなんとマッチングしたというところで、奇跡的にもね、この19勝して20勝目のところでマッチングできたと、まあ、奇跡的なマッチングでした、これは。はい、というところで試合見ていくんですが、ここ行くまででもうすでにパセリマン結構負けてしまって、もうリレーとしてはね、チームメートに迷惑をかけて焦っている状態、そのパセリマンとマッチングで、普段は、オフラインでね、結構、頻繁に会ってやってたんですよ、コロナになるまではね。なんで、すごく村別対策がうまいと。で、パセリマン自身もその村別対策かなり自信があると、負ける気はしないみたいな雰囲気なんですけど、オンラインがどうかなと、でね、配信覗いたら、パセリマン自身も言ってた、そのオンラインだったら勝てるとでも思ったか、偉そうな感じ、そういう態度で対戦に臨んでいたパセリマンですね。これだね、読み合いで上スマッシュ通されてしまうと、さあで、ここがこれね、実際は配信してね、スナイプしてたら、面白かったかなとも思ったんだけど、スナイプできなくてね、なんか企画倒れするのもあれだなと思って、配信外でポチポチやってましたと。そしたらね、なんとマッチングできたんで、とりあえずリプレイだけ撮っとくかっていう、ね、前回のアバダンゴベを練ったと同じ方式ですね。はい、この辺で、パセリマンは、配信中に恥をかかせてやると、スナイプしてきてまた負けるの恥ずかしいぞと、オンラインだったらいけるとでも思ったかと、すごいこの辺では口数多かったですね。はい、後ろ投げて撃墜したけど、ストック追いついた頃にはもうパーセントがね、撃墜圏内で、丸々1ストックリードぐらい、ある状態ですと。でもこの木のやつはね、相手がタイマーかけて、20勝する時間を競ってるんで、そういうね、嫌がらせですね、簡単に言うとね。はい。ここも村人自身がね、時間使うキャラなんですけど、このカードだとどうしてもね、火力が高いし、こっちの撃墜は不規則とからしいって、結構ね、ゲームスピード自体はそんな遅くはならないと。さあ、ここ外出した。こういうところで、ね、倒したいけど、最低限倒されないルート選びね、されてます。あれをまた噛んないといけないですね。さあ、追いつくためには、救急車が通っていく。さあ、ここ。やっぱり内側にね、入られてしまうと、村人足も遅いし、手痛いリスクをつけられないと。さあ、この前にね、チャンネル登録に感謝が出てしまいました。失礼しました。さあ、ここの復帰うまいですね。フォックスの下りの速さを利用した。さあ、今の回避上がりは普段だったら死なそう、オンラインだったらこんな回避上がり枯れないだろっていう、見てから噛むのきついだろっていうメッセージ性を感じる回避上がりでした。うまくこの時きついと。さあ、ただ最終ストックに追いついたもののパーセントはかなりきついと。さあ負けちゃうかなと。おや、あれ、あ、大変申し訳ありません。ボーリングが飛ぶんですね。30何パーでしたね、食らう前、でほぼホールドなしの横スマッシュで、勝利と。この度はね、めったにね、プロプレイヤーと対戦するなんていう機会はありませんので、偶然ね、VIP マッチでマッチングしたということで、嬉しくて、自分もちょっと嬉しくて、こうやってこの度ね、動画化させていただきましたと。はい、ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。